どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、こちらになります。中学1年数学でね、学習する正の数、負の数の中のね、こちらですね、小数、分数のね、正の数、負の数の足し算の、2回目というのをやっていきます。で、ちょっとね、今回やるのはちょっとこの4問ですね。若干ちょっと難しい、計算内容になってるので、で、これね、この丸の2のね、前の、問題をね、取り扱ってるやつも、あるので、下にね、概要欄にね、リンク貼っとくので、一回ね、ちょっとこの問題難しいなと思う人は、そのね、これの第1回目のね、動画を見てからね、ね、こっちの動画の方もね、見てもらうといいかなと思います。ではですね、早速ちょっとね、問題の解説の方をやっていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと問題解説入りますって言ったんですけど、最初にちょっとね、こちらを、ちょっと簡単にね、このプラスの数とね、マイナスの数のね、足し算のやり方っていうのをね、おさらいしておきたいと思います。で、同符号同士の足し算、こういうふうにプラス2とプラス3、もしくはマイナス1、マイナス3っていうふうにね、プラス同士の足し算、マイナス同士の足し算。その時はね、どういうふうな計算をしたかというと、これは、ですね、まず、この同符号同士で、足し算する場合は、答えの符号は、まず、こういう、この人たちね、この人たちの符号になります。だからプラスとプラスだから答えプラスになりますね。で、こっちもマイナス足すマイナスで答えの符号はマイナスになります。そして、あとここに来る数字の部分っていうのは、このね、この2と3をね、足した数字がここの答えになります。これとは、2と3だから足したら5だし、ね、これも1と3だけ見て、1と3足したら4ですよね。で、答えがマイナス4っていうふうにね。だから、同符号同士の場合は、ね、符号が、この同じ符号同士のものが答えの符号になって、ね、この数字を足したやつが、このね、答えの数字の部分になって、答えの符号と数字が決まっていきますよ、ね。じゃあ、今度は異なる符号同士だから、プラスとマイナスの足し算をしたときですね。プラスの数とマイナスの数の足し算をしたときどうなるかっていうと、例えばこのマイナス4とプラス3を足し算するときですね。これどうなるかというと、まずこの答えの符号っていうのは、それぞれのね、数の絶対値の数が大きい方の、符号が答えの符号になります。これだったら、マイナス4だから絶対値は4ですよね。こっちプラス3だから絶対値3。絶対値が4と3なら絶対値4の方が大きいので、答えの符号はこっちのね、絶対値4の符号、このマイナス4のマイナスが答えの符号になりますよ、ね。で、じゃあ数字はどうなるか。ここに来る数字の部分は単純に、今度は絶対値の4と絶対値の3で、絶対値の大きい方から絶対値の小さい方の数を引いたのが、ここの数字、答えの数字になります。だからこれは、絶対値で見るとただの4とただの3だから、4-3で、1、マイナス1が答えになりますよ、とね。で、同じやり方でね、この異符号同士の、足し算、こっちも見とくと、マイナス2とプラス5、絶対値は2、絶対値が5。だから、こっちの方がですね、絶対値大きいですよね。だから答えの符号も、まずこのプラスになりますね。で、あと数字はね、絶対値が大きい方から絶対値小さい方を引いたのが数字が来るので、5と2だから5を引く2して、3とね、こういうふうにして、異符号同士のね、この正負の数の足し算はできますよ、とね。同符号同士だったら、符号が、その、ね、同じ同士の符号が答えの符号になるし、ね、この絶対値の数字を足したやつが答えの数字になる。ね、異符号同士だと、絶対値が大きい方の符号が答えの符号になる。こういうふうな感じですね。で、ここに来る数字の部分っていうのは、絶対値の数字の大きい方から、絶対値の小さい、ね、数字の方を引くと、4-3で1。ね、5-2で3とね。で、符号は、その前にね、この絶対値が大きい方の符号が答えに来てるよという形になりますと。で、ちょっとここを押さえた上でね、じゃあちょっとね、1番からね、やっていきたいと思います。マイナス 0.72 引く 1.8。これまずどういうふうに見なければいけないかというと、これはですね、こういう式のこのプラスのところと、ね、プラスの記号と括弧がね、省略されているというふうにね、見ることができます。だからこれは、マイナス 0.72 足す、こうマイナス 1.8 ってね、こういうふうな式ですよ、ね。で、この括弧と足すが省略されて、
こういう形で表されているよとね。だからこれはマイナス 0.72 とマイナス 1.8 の足し算だというふうに考えてくださいね。そうするとこれ同符号同士の足し算なんで、このパターンですよね。だから、まあ、答えの符号はもうね、マイナスとマイナスを足してるから、まあマイナスですよとね。あとここの数字の部分ですね。数字の部分は、このね、絶対値、つまり 0.72 と 1.8 を足せばいいですよとね。で、ちょっとこの時ね、注意が必要なのが、0.72 と 1.8 を足し算しますよっていうので、ここの、小数点ね、小数点を合わせましょうとね。これずらして、この 1.8 をね、こっち側にこうね、持ってきたりして、計算してしまう人がいるので気をつけましょう。ちゃんとこの小数点をこう合わせて、1.8 は本当は 1.8、ちょっとこれだとね、分かりにくいから 1.80 ですよね。こういうふうにして小数点を合わせてちゃんとね、計算しましょうと。で、そうすると、ここ2になって、7足す8で15で、1繰り上がって、ここ小数点で1と1で2とね。なんで数字の部分は 0.72 と 1.8 足して 2.52、これが答えになりますよと。いいですかね。で、次、2番、まあ、2番もね、同じ感じで、この1番と同じ感じで見ると、まずこれもね、マイナス 0.42 プラス2っていうのは、上と同じように、括弧とね、足すの記号が省略されてるので、本当は、こういうふうになってますよとね、マイナス 0.42 とプラス2の足し算っていうのをね、この括弧と足し算の記号をね、省略されて、こういうふうになってますよと。で、今度は、if 号同士ですね。この if 号同士で、なおかつ、2はまあ、2で、これち 0.42 だから、2の方が絶対値大きいですよね。だから答えの符号は、こっちですね。まず、答えの符号は、プラスになりますよ、と。で、あとはね、この if 号同士だと、ね、絶対値が大きい方の符号が答えの符号になって、絶対値大きい方から小さい方を引いて、これだったら 5-2 で3になってるから、同じように 2-0.4 にした答えがここに来ますよとね。だから2から 0.4 に引けばいいんですけど、これもね、注意が必要で、2は、まあね、こっちに合わせて書くと 2.00 で、ここに小数点来ますよね。で、0.42。で、引き算しますよとね。上と同じように、ちゃんとね、小数点合わせて計算しましょうと。で、ちょっとね、繰り下がりにも注意が必要で、これ、ここね、0だから借りたいけど、ここもね、0だから、この2まで来て、そして、ここ1にして、そしてね、この、小数第1のところに、ね、1個貸して10になりますよとね。で、さらに、ここもね、0-2 できないから、こっち1個貸さないといけないので、ここを9にして、ここにね、1個貸してますよと。そうすると、まずね、ここのところで 10-2 で、8ね。で、これね、こっちから借りて10だけど、1個こっちにね、貸しちゃったんで、9になってから 9-4 で、5と。で、ここ小数点がついて、1-0 で、1ね。で、まあ、答えが 1.58 ですよと。なのでね、これらの問題っていうのはね、まあ、1番、2番やったんですけどね、まあ、普通のね、このね、正負の数の足し算にプラスアルファして、このね、小数点のね、間違いやすい計算ですよね。小数点をちゃんと合わせましょうっていうこととかね、まあ、こういうね、繰り下がりにもね、ちゃんと気をつけましょうっていうね、そういうところがね、出てくるので、まあ、ちょっとね、若干難しい問題になってますよ、と。はい、そしたらね、今度は、まあ、次はね、ちょっと分数の問題で、次はまあ小数と分数がね、混ざった計算というのをね、ちょっと2問やっていきたいと思います。で、分数の時はね、これ、分母がまず揃ってないので、こういう時は、そう、通分をね、しないといけませんよ、とね。で、5と3なんで、通分するには、15にしますとね。だから3倍してるから、分子も3倍になって、草21とね。で、こっちは15にしたら、分子も5倍して、40で、
で、これもね、だから15分の27マイナス15分の40っていうのもね、この1番とか2番とかと同じように、カッコとね、プラスを省略されているので、本当はプラス15分の27プラスマイナス15分の40ね、まあこういうふうな式になってますよと。でそうするとこれね、if 号同士の足し算になりますので、まあこっちのパターンですよね。でなおかつ、まあプラス15分の27、15分のマイナス、マイナス15分の40だから、マイナスのねこの15分の40の方が絶対値が大きいので、まあ、ちょっとこのパターンになりますよね。でなのでまず答えはね、こっち15分の40の方の絶対値が大きい方の符号のマイナスと。で、あとは絶対値が大きい方から絶対値が、小さい方を引いたのが答えの数字になるので、15分の40引く15分の27をしますよとね。ちょっとこの辺にちょっと書いておくと、15分の40引く15分の27は15分の13ですよね。まずそれがちょっとここに来て答えが、符号がマイナスですよね。でマイナス15分の13、これねこれ以上約分できないので、これが答えになりますよとね。でこうね分数の時はねこうやって分母がね合ってない時は通分しないといけないのでね、気をつけましょうと。で最後ですね、これちょっと小数とこうね分数が混ざってる問題で、これどっちかに合わせないといけないんですよね。小数が分数に合わせないといけない。ででも分数を小数に直そうとしても直せない時がありますと。で例えば何かというと3分の1ね、これ1÷3で、もしこれをね小数に直そうとするとこの3分の1をね小数に直そうとすると1÷3して、1÷3したら 0.333333 ってずっとねこれ続いていってしまって、こういうふうにね分数の場合は分数を小数に直せない、数がありますよと。なのでどちらかというと分数を小数にするよりも小数をね小数を分数にする方がいいですよと、ね、分数から小数よりも小数から分数に直す。だからこの問題でいうとこのマイナス 0.75 のこの 0.75 ね、これを一回分数に直しましょうと、ね、でどういうふうにすればいいかというと 0.75 ってなってて、これは100分の 0.01 っていうのは100分の1になりますね。だから 0.75 っていうのは100分の75とね、こういうふうにしてあげればね、ちょっと時間はかかるけど、必ず分数にできますよ。ね、小数は分数にできますよ。これがだからもし 0.25 だったら100分の25とかね、そういうふうにしてあげるといいと。で、あとこれをちょっとね、約分してあげると、ここで約分して20分の15、もう一回約分して4分の3。ね、だからマイナス 0.75 は100分の、マイナス100分の75で、まあ、こういうふうにね、マイナス4分の3っていうふうにね、分数にね、直せますよ。こうやって小数を分数に直して、そうするとね、あとはまあ上の問題とほとんど一緒で、マイナス4分の3足す、プラス7分の9とね、こういう形になりますよ。ね、で、分母が違うので通分します。この場合だと分母が4と7なんで、まあ、28にしてあげるよと。そうすると28で7かけてるので上にも7かけて21と。でこっちも7かけ4が28なんで4をかけて36とね、まあ、そういうふうにしてあげると、ね、これはもう if 号同士になりますよね。で28分の21と28分の36ならまあ、28分の36の方が絶対値が大きいので答えの符号はプラスと。であとはね絶対値が大きい方から絶対値の小さい方ね数字引いてあげると答えの数字になりますので、これね28分の36引く28分の21で
28分の15かな。なので答えがプラス、まあ、28分の15というのがね、答えになりますよという感じですね。なんでね、こういうふうにまあ、分数同士のね、計算はさっき言ったようにね、通分して、計算しないといけないよと。で、さらにこうやって、ね、小数と分数がね、混ざってるやつは、どっちかに合わせないといけない。で、ただね、分数は小数にね、できないものもあるので、小数を分数にした方が、計算がね、うまくいきますよということでした。はい、解説はね、以上になります。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。たけのこ塾ではね、こういう解説動画以外にも語呂合わせ動画とかもね、投稿してますので、まあ、よかったらリクエスト、してみてください。リクエストある方はね、コメント欄の方にお願いします。あとまあ他にもね、ホームページとか Twitter、Instagram やってますので、よかったらそちらもご覧になってください。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうもありがとうございました。